眼科医の平松です。今日はお話しすることとしては、眼科医としてっていうのもありますし、花粉症を自分で持っているっていうこともあって、良かった対策と、そうでもない微妙だった対策っていうのをお話しようと思います。良かった対策3つ、微妙だったの3つ、ちょっとお話しようと思います。花粉症って何なのかっていうとか、そういう話はまた別の機会にするとして、まず微妙だった対策からお話しようと思います。1つ目は食事ですね。食事を改善したりとか、それで花粉症が良くなるっていう話は、現実いろんな論文とかにもありますし、それ自体が決して悪くはないと思います。具体的に言うと、私がやったものとしては、煎茶とかヨーグルトとか、あと食事を、例えばそうですね、炭水化物を減らした方がいいとか、牛乳とかを制限した方がいいとか、いろいろありまして、そういうのも実際やってみました。で、やってみた結果、効果があったかなかったか、正直言うとわからないっていう感じなんですね。なんかちょっと良くなった気もするし、そうでもない気もするしっていうのを、1ヶ月とかちょっと続けてみて、すんごい頑張ってこれなのかなっていうところなんですよ。だからそれ続けられる人にとってみると、いいことなのかもしれないですけれども、個人的にはそれを続けるのは結構きついなっていうところがあって、そういうような食事制限とか、逆に言うといいものっていうのはいろいろ試した結果、なんとも言えないなっていうのが正直な結論でした。2個目としてはですね、これも似てるんですけども、いわゆるサプリメントってやつですね。いわゆる花粉症にいいサプリメントとか、飴とか、そういうのも含めてですけれども、そういうものも、試してみたことっていうのもあるわけですね。で、実際にそのサプリメントを飲んでみて、こんなもんかなっていうのが正直な感想ですね。つまり、効いたなっていうほど明確で、これだったらもう続けたおうとかいうほどのものは、正直言うと個人的にはなかったっていうところです。もちろんこれも人によるところなので、絶対的に効かないよとかそういうことではないですね。三つ目、やって何度もなったかなっていうのは、正直言ってこれは続けるべきなものかもしれないんですけども、例えば、運動であるとか、そういう体を整えましょうというかな、そういうところですよね。ついつい、医者の不養生じゃないですけれども、運動とか少なかったりいろいろするんで、ちょっと試してみて運動すると、確かにね、運動の場合はですね、ちょっといいかなっていうのは正直言うとあったんですね。ただ、正直、個人的に続けられなかったっていうのは、現実です。やっぱり現実の医療とか、こういうふうに情報をお届けしたりとか、そういうことの方にどうしても重きを置いてしまって、運動できながら、言い訳みたいなもんですけども、続かなかったっていうところですね。運動に関して言うと、多少は今言った食事の制限だったりとか、あとはサプリメントとかに比べると、良かったのかなっていうのは実感としてあったんですけれども、正直、続けるだけ、の遥かなモチベーションというかな、そういうのはなかなか出づらかったなっていうところがあります。もちろんちょっとハードルが高いですよね。例えば、有酸素運動30分毎週何週に3回続けましょうとかって言われても、そういうデータもありますよね。なんですけれども、なかなかちょっと続けるのは難しいなってところです。だから、結局僕がやってよかった3つになってくるわけですけれども、これは、続けやすいというか簡単っていうのが正直言うと大きいところになります。じゃあ続けてよかったというかやってよかった1個目。1個目は、これ皆さんもやってると思うんですけど、空気清浄機ってあるじゃないですか。もちろんそれもベースなんですけど、プラス加湿ですね。空気清浄機を使うっていうのも大切で、それで、お部屋の中のね、花粉を減らしてあげるんですけども、加湿してあげると、やっぱり湿度も上がってくるので、花粉とかの影響も及ぼしにくいですし、実際僕、どちらかというと花粉による鼻閉タイプといいますか、鼻が詰まりやすいタイプなんですね。するとですね、口呼吸が多くなってしまって、花粉症から鼻詰まって、口呼吸になっての風邪というような方向性に行きやすいっていうところがありまして、だから、花粉を減らすっていう意味もあるし、風邪とか他の複合的な喉を悪くするとか、それを防ぐって意味合いもあるので、加湿っていうのも効果的でした。で、よく、うちも空気清浄機使ってるよ、加湿器使ってるよってとこあるんですけども、大体ね、皆さんね、お家に1個あるとかそんな感じなんですよ。加湿してるかどうかっていうのも、なかなかこう、加湿器1個使ってて、加湿器に何パーセントみたいな書いたんですけども、これ加湿器周りの話なので、他の場所行ったりすると、もう全然空気清浄はされていないし、加湿も大してされてないってことは結構あることなんですよね。ですから、6畳1間とかだったら全然いいんですけれども、家族で住んでいるとか、例えばある程度大きいお家に住んでいるとか、
何一部屋じゃない一部屋じゃない場合は、あの空気清浄機加湿器1台で行くっていうとなると、それで効果出ないっていうのは結構不十分だから、いまいち効果を感じないっていうことが正直あるかなと。なんでそういうかっていうと、以前私も空気清浄機および加湿器みたいなのあるじゃないですか、あれを1台持ってたんですね。それやってて変わんないなって思いました。大して変わんないなって。で、見てると、その加湿器についている湿度計みたいのも、まあ、十分に加湿されてる感じだったんですよ。温度計、湿度計みたいなのあるじゃないですか。そういうのをたまたま家に置いてみると、あれ、あの加湿器に表示されてるより湿度高くないなってことを気づいたんですね。そうすると、あ、そっか、加湿してるあそこら辺は湿度が十分高いんだけども、他の部屋行っちゃうと全然ダメだし、同じ部屋でも、高さとか、まあ、上とか下によって湿度変わってきちゃったりするのがあるので、だからもうちょっとこれだと加湿してても不十分だなって思うとこあったんですね。だから、まあ、今は湿度計とかは下に置くっていうよりはちょっと比較的上のところに置いて、まあ、湿度を確認するようにした。下の方がちょっと湿度高くとか出やすいので、そういうちょっと注意をしていただいて、加湿とか、まあ、空気清浄っていうのは1個あればいいわけではないってことを思っていただけるといいと思います。だから2個3個買うの面倒っていうのもあると思うんで、僕も面倒ですから、霧吹きみたいので加湿したりとか、そういうのもいいと思います。濡れたタオル置いとくとか、もうお金かかんないですし、それは効果的かなと思います。やってよかったものなんですけども、2つ目としては、マスクですね。まあ、洋服についたのを払い落とすとか、まああまりつきにくい洋服にするっていうのもあるんですけど、まあ正直ちょっとめんどくさいんで、すごいひどい人はちゃんとやった方がいいと思いますけども、マスクの場合ってつければいいので、そういう意味でいいわけなんですよね。まあちょっとね、つけるの女性の場合はね、メイクが落ちちゃうとかなんとかとかいろいろあると思うんですけど、私あんまりそういうの気にし、メイクしないですし、気にしないところなので、まあそこいいですね。マスクしてるといい点としては、先ほどと一緒で、まあここも加湿できるっていうところもあって、鼻とか口に対して優しいっていうところもあります。で、それだけではなくて、もちろん花粉が鼻とかに入りにくいっていうところがあるわけですね。で、ちなみにここでわざわざ言ってないんですけど、私の場合はこうメガネしているので、目に対する花粉もある程度これで防御できているっていうところがあります。ですから、もしコンタクトとかメガネをされていない方とかの場合は、防護メガネはちょっとな、見た目に嫌だなって場合は、せめて伊達でもいいからちょっとメガネをしとくと、実際は結構それ防御できるので、まあ、それはそれでおすすめですね。ですから、マスクっていうのはいいですし、メガネっていうのもいいですし、やっぱり粘膜に入らないということは結構重要なので、口鼻目ですかねっていう風に、そういうところに入れないようにするっていうのは非常にシンプルで、やりやすい対処法かなと思いますんで、まあ、それぐらいですと、まあ、誰でもやりやすいかなっていうのは個人的に思いました。やってよかった3つ目なんですけども、まあ、これアレルギー対策そのものとはちょっと言い難いと思うんですけど、お酒はあんま飲まないってことですね。賛否いろいろあると思いますけども、私の場合は鼻閉型、要は鼻が詰まりやすいタイプなんですなので、そういう方の場合っていうのは、アレルギープラスお酒を飲むことによって血流が良くなってしまって、鼻がの粘膜が腫れてより詰まりやすくなってしまうということがあります。そうするとですね、まあ、寝ていても睡眠が深く取れなかったりとかしてしまうので、結果として回復もしてくれないと。そうすると、まあ、風邪ひいたりとか他の体調不良を引き起こしたりとかいろいろしやすいっていうところがあるので、お酒を、まあ、比較的飲まないように、もちろん必要な回であるとか介護の時飲まないとかいうわけではないですけど、まあ、個人的な趣味とか家で飲むとかそういうのは、まあ、一切しないですね。まあ、もちろんこれは花粉の対策だけではなくてまあ仕事上緊急で呼ばれる臨時で連絡が入って患者さん見に行かなきゃいけないっていうのもあるっていうのはちょっと前提なので、ちょっと特殊かもしれないですけれども、お酒をなるべく飲まないようにするっていうのは比較的、まあ、花粉症に対してもまあいいかなと。だから皆さんで言うと、まあ、なるべく少なくするであるとか、それも一つの方法かなと思います。これは、やってよかった3つですね。実はちょっと関係ないんですけれども、やってよかったっていうか比較的意識していることとしては、タバコを吸っている人とかそういうところに、まあ、なるべく行かないとか、禁煙とかに完全になってないところには行かないってことですね。私自身がタバコのアレルギーがあるかわからないんですけれども、タバコの環境下に行ってその後花粉を浴びるとやっぱりアレルギーがひどくなりやすいっていうのがやっぱ実感としてもありますので、ですからタバコ環境っていうのは間接的でも避けた方がいいかなと思います。最後にこれいいのか悪いのか何とも言えないし、今はやってないっていうところなんですけれども、まあ目を洗うとか鼻を洗うってことですね。で、鼻を洗う、鼻うがいっていうのも、まあ、比較的効果的だっていう人もいるわけです。まあ
確実な論文データがあるわけじゃないですし、目洗うのもいいっていう人もいますし、まあ、やめた方がいいっていう人もいて、これもまた確実なデータっていうのはあるわけではないです。まず鼻の方で言うと、普通の水で洗ってはもちろんダメなんですね。いわゆるこうそれ用の生理食塩水とかの濃度の調整したもんじゃないと結構ツーンとしてしまうので、まあ、そういうものを、まあ、本当にひどい時は使うこともあるんですけど、うん、まあまあっていうのがまあ正直な感想ですね。まあ、もちろん花粉を鼻とかに溜めないことが重要なので、マスクとかそういうのをしてもちょっとは溜まってしまうんであれば、流すこと自体には理論的には意味があるのかなっていうふうには思ってます。ただ面倒ですし、まあ、できればって感じかなと。で、目洗うことに関してもこれまた賛否両論ありまして、目洗うのって花粉取れるからいいじゃないかって思うかもしれないですけれども、洗いすぎるとですね、目を守る成分っていうのもちょっと流れちゃうところもあるんですね。となると花粉は流れたけど目を守る成分もなくなっちゃって、これいいのか悪いのか分かんないなってとこがあります。で、個人的に昔は確かに目洗ったりした時期もあったんですけども、これいいのか悪いのか微妙だなっていうのが正直な感想ですんで、まあ、今現状は目を洗ったり基本的にはしてないですし、患者さんにも言われて、まあ、目を洗った方がいいですよとはあんまり積極的にはお勧めしてないですね。まあ、一つの理由はこれとは全然違うデータではあるんですけども、以前まあ、プールの後の目洗いみたいなのが文科省とかで、まあ、積極推奨じゃなくなったりとか、目洗うことによる目の傷つきみたいなデータも多少出てるので、まあ、だからそういうと多少リスクもあるのかなというのが正直なところで、まあ、積極的な推奨はしてない、やめろというほどではないけれどもっていう感じですかね。というのが、まあ、一般的な日常生活での、花粉の対策、やってよかったこと、微妙だったことっていうところです。で、それはもちろん理論背景一応やる前とかもデータとか論文とか調べました。正直言うと論文が微妙なものをやってみたりもしましたし、論文がしっかりしてるけれども比較的これって効果あんまり感じないなっていうのも、まあ、正直言うとあったっていうところです。ただこれはあくまで個人的な経験であるの でかつ私は鼻炎のタイプですし、スギ花粉のアレルギー以外に通年性のアレルギーも多少持ってるんですね。なので、まあ、本当に人によっては持ってるアレルギー物質も違う、環境も違うってことなので、これが皆さんに当てはまるわけではないけれども、あくまで私の一例としてちょっとご報告しました。他にも実際やって良かった医療とか、そこら辺もちょっとお話できればなと思いますので、それはまた説明欄とかに概要欄に入れておきますので、見ていただければと思います。